はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはゴーライテザボルグというモンスターご存知ですか？本日はですね、ちょっと私のディスコードの方でですね、ちょっとリクエストがありました。クソレッキーがありまして、どういうコンボかっていう話なんですけども、ドラグマのアルバゾワ君、これを違う召喚ムービー、これ追加されたんですよね。これはい、超絶かっけえ初夏ムービーが追加されてるんで、これよく見てほしいんですけども、このアルバゾワ君の効果は、エクストラデッキのカード2枚につき1枚相手のエクストラデッキを、墓地を送ることができるよっていう効果なんで、まあ基本的には15枚のエクストラデッキやったら7枚のカードを、墓地に送ることができると。で残り8枚じゃないですか、エクストラデッキでね。ザボルグ君がね、どういう効果してるかっていうと、これアドバンス召喚に成功した時にフィールドのモンスター破壊しますと。で破壊したモンスターが光属性だったら、その破壊したモンスターの元々のレベルまたはランクの数だけお互いにエクストラデッキからカードを墓地に送るよという方があるんですよ。これ何が言いたいかっていうと、アルバゾワの効果を使って7枚墓地をに送らせた後にザボルグ使うと、まあプラスで8枚墓地送れるんで、なんとですね、先行で15枚のカードをエクストラデッキを破壊できるんですよ。今日はこれをやっていきます。はい。結構大変です。要するに、アルバゾワで儀式した後に、効果使って、あと残り8枚にした後に、ザボルグを出さなきゃいけないんで。だからまあ、基本的には召喚権使うんですね、ザボルグって。アドバンス召喚なんで。なんで、召喚権を、まあ、追加できるように、一応エンジェル O1 っていうモンスター採用しました。これ、手札のレベル7以上のモンスター見せると特殊版できる効果で、召喚権増やすよって、アドバンス召喚できるよっていう効果なんですよね。レベル70のモンスターなんで、エンジェル O1 いると、ザボルグの召喚権1回増えるんで、エンジェル O1 を基本的には出していくと。でエンジェル O1 を出してくる方法は、まあ主にすびきのパターンと、あともう1個あって、ディグラディバイナー、これをリリースすると、手札デッキからレベル2以下の天使力出せるんで、これで、エンジェル O1 を出してきて、で手札 のザボルグを爆誕させるという感じですね。で、足りないやつは、スモールワールドで、サーチしてくるような感じにしております。コンボパーツバカ多いんですよ。まずそもそも儀式パーツかき集めないといけなくて、で儀式パーツかき集めた後にザボルグ出さないといけないんで、コンボパーツありえん多いんで、ちょっとそこだけ注意って感じですかね。はい、早速、クソゲーを見ましていきましょう。デュエルスタンバイ。ザボルグ来てる、ディバイナー来てる、マトリックス来てる。これハンドクソ強えな。これなんかいけそうだな。とりあえずね、デクレアラーぶっ込んでしょ。でデクレアラー効果発動するでしょ。これがいや、このハンドでいけんかったらもう何もいけねえもんね、これ。そうだな。ですね、ちょっと待ってね。マーター持ってるのでいけないから、マーターでセイントでぶっ込む。でマトリックス発動する。でリリースしたいから、ちょっと待って、これアルバゾワか。でマーター、あこれいける、あいけるな、多分いける。ドラグマート発動、ドラグマート発動を、でアルバスセイント墓地送る。でアークデクレアラーからの、はい、ここで儀式サーチで、チェーン1でチェーン2効果、アルバスセイント、攻撃力を500ポイントアップ。ツーッ、攻撃力を500ポイントアップ、ツーッ。何がで、何が感じるけど。で、ですね、そしたら、ドラグマカブル発動、カブルですね。で、カブルでレベル12。これで、デクラがディバイナーをリリースすればいいから、これでディバイナーリリースさせるっしょ。うわ、召喚ムービーかっこいい、追加されたんですよね。かっこいいじゃないですか、非常にでかい。ムービーがあまりにもでかい。そしてドラゴンのアルバズマーの効果、相手のエクストラデッキの枚数に、2枚につき1枚、相手は手札エクストラデッキのカードを墓地に送らなければならない。さあ送れよ。で15枚相手エクストラデッキやから、7枚のカードを墓地に送らなければならない。お、いいぞ。なんだこれ、パンクか。え、あ、じゃあアーデックめっちゃいる。
違う、待って、え、ガルーラもいる、何これ、やばい、ちょっと同じ、くしくも同じ構えのヨガのデッキ、これ、これアークデクレアラーって、何サーチしてくるやつ、やべやべ、めっちゃアドバンテージ稼げたんだけど、めっちゃアドバンテージ稼がれたんですけど、デミスって何、エンド・オブ・ザ・ワールド、やばいカードサーチしない、え、エンド・オブ・ザ・ワールドということ、エンド・オブ・ザ・ワールドやばすぎでしょ、なんだこれ、なんかソロモードデッキみたいな、いや、そんできたぞ、ちょっと待ってくれ、ザボルグ出すしかねえんだもん、俺は、俺がやりてえな、これ、アルバス・セイントとエンジェル・オー・ワンをリリースして、アドバンス召喚、あらあらの、ゴーライテーザボルグ、効果発動、フェードモンスターを爆破し、爆破したモンスターが光属性だった場合、自分のエクストラデッキからカードを8枚墓地送りながら相手のエクストラデッキも8枚墓地に送ることができる、これで相手のエクストラデッキは全て破壊だぜ、エクストラ、エクストラ0枚になりましたけど相手これがやりたかったな気がする、俺はこれがやりたかったなだけなんすよ。ちょっとあの儀式系のやつ戻しておこうから、ガレラもしくもあれだな、儀式もすか、ちょっとアーデク戻して、で、ドラゴントリックス発動して、でもう一発撃ってで戻して、一発夜間すごいなこのデッキ、相手のデッキ何これ、なんかパンク系のデッキかと思いきや、なんかエクシーズでランク8みたいなやつ入ってんな、でもなんかパン、多分パンクっぽいよな、でバスタード、でもなんか何デミスって入ってることある、でエクレシア特殊で、エクレシア効果発動、特殊召喚成功時ドラグマカードサーチ、はい、マトリックス、はい、じゃあかかってきなさいよ、エクストラデッキゼロ枚で何かできるものやってください、なんかでも相手なんかデミスサーチのやばいよね、ちょデミスのちなみに対象ないよ、儀式モンスターの効果はめっちゃ受けるからアルバツワー君やばい、エンドオブザワールド、世界が、世界の終わり来た、世界の終わり、うわー、デミスリリース、デミスリリース、デミス召喚、どういうこと、お前召喚ムービーあるんかい、お前召喚ムービーあるんかい、あーちょアルバツワー君、アルバゾワ君ちょっとデビスの効果受けすぎだって、ちょ彼ね、ほんとね、融合モンスターとかシンクロモンスターみたいな効果全く受けないんですけど、なんか終焉のデビスみたいな、よくわからない儀式モンスターの効果とか全部受けるんですよね、っていうかこのデッキ何、そもそもビッグフットも知らんデッキ使うな、やばい、サルンが入ってもうてるやん、え、ディバイナー、やばい、ちょっとマジでわかんない、なんかて、いやでもバロネスはいない、もうバロネスはいない、もうバロネスはいない破壊しておいた、もうエクストラデッキのバロネスはすでに破壊しておいた、え、これ知ってる、3200500、え、まだいけない、え、あーあー、や、やるやんやるやんやるやないか、なるほどやるやないかちやばい、おい回復したはずだぞ、俺は相手のエクストラデッキを破壊したはずだが、なんでバロネスが出てくるんですかね、ハブル、なるほど、え、これマトリックス、あーでもこれ光らないといた、神ゲー起きた、神ゲー起きた、神ゲー起きたー、オッケー、これいけるかもしれないこれいけるかもしれないぞ、え、これあと全部通るやん、でドラグマトリックス効果発動、これ相手のフィールド上にモンスターがいるとカード2枚サーチっていうね、ぶっ壊れカードになるの でアルバゾワ君と、はい、でドラグマカード、まあ、何でもいいですか、まあ、何でもいいですけども、なんか未開域デミスルインとかよくわからないデッキと当たりましたが、なんかいけそうです。さあドラグマ聖城のエクレシアを特殊して効果発動する、特殊召喚に成功したので
ドラグマカードをサーチ。あとはドラグマ流の爆発的展開力を見せつければいいので、とりあえず適当に出していきますか。なんか前に並べていけんでしょ、まあ、とりあえずマーター発動すれば。さあドラグマーターの効果によって、これはアルバゾアですね。アルバちゃんを出して、でファイブゴッドドラゴンを持ち乗って、ドラグマのアルバゾアでっけえ、でかすぎるこのモンスターのこのモンスターの召喚ムービーでかすぎないか。これ多分優勝だろう。これ召喚ムービーでかすぎ選手権優勝してる。これでマトリックス発動で、もうアイテムデッキ何もガンマしかないから、もういいわガンマは置いときは。で何を置けばいいのこれ、よくわからんけどこれでいっか。なんかとりあえず戻しておいたらいいんじゃないですかね。とりあえず戻しておいて、でまあとりあえずなんかわかんないけど適当にアルバステインって戻しておいて、はい。でマクスティムス出して、はい、マクシムス出すの、これマクシムスってもしかしても相手のエッグからできないか、使えない、これ。あ、使えねえや、やべ、使えないやん。まあいいか、まあ、とりあえずじゃあフルルドリスも出して、マクシムス必ず2枚はできないんだよこれ。そんなシーンにあったことがなかったから知らなかったわエクストラデッキ、相手のエクストラデッキのなんかあのカード足んねえからなんか使えないってさ、マクシムスの。マジか。いやでもいけそうだよな、これ。カブルぶっ込むか、カブリングして、で特殊召喚、そう、墓地からもいけるんですよ。でこれじゃあ墓地からいけるんなら墓地からいきましょう。でなんか適当に12除外していけ、世界一召喚ムービーでかい選手権優勝、ドラグマのアルバゾアバカーンでかすぎるバトルこれいっただろ、これ足りてるよな。はい、でフルドレスの効果、打点が500アップ、うわ4500、つえ最強対戦ありがとうございました。あぶねー、なんかすごいアドバンテージ稼がれたけどギリ勝ったぜ。あー、いい感じじゃない、反動これすごいいい感じじゃない。下準備打てるよね。下準備で2枚持ってきて、下準備対応してほしいんだよな、ドラグマーター。ドラグマーターになんとかしてさ、ドラグマのなんかあのアルバゾアとかの名前書いてくんねえかな。アルバゾアの名前でいいわ、あのアルバゾアでもセイントでもなんか全部書いてほしいわ、全部書いてほしい。セイントとアルバゾアとなんかあの全部書いてほしい、ドラグマの儀式のやつ。ちょ、マーターをサーチさせてくれ、下準備で。これがサーチできないのきついんだわ、非常に。まあ、とりあえずね、マーターをね、ぶち込んでいきましょうと言ったところ。さあ、いいですよ。今のところいい感じで回ってますよ。はい。で、カブルある。カブリングある。で、ちょっと待って。こうだね。で、また打点を500アップさせて、ドヤ顔していく。打点500アップ。ちょっとドヤ顔するの、かわいいよな。あれはセイントちゃん。私の打点は500ポイントアップ永続よみたいな、かわいいよな。でアルバゾアで、これデクエアラーディバイナーを巻き込んでリリースすればいいので、アルバゾアこう儀式召喚で、こうでですね、手札のデクエアラーディバイナーは次のターンに取っておきましょう。でリリースしてバックトン現れよ、ドラグマのアルバゾアでっけえ、召喚ムービーでっけ。で、リリースされたらデクラディバイナーの効果発動、エンジェルオーワンを特殊召喚する。エンジェルオーワンはフィールド上に存在する限り、1回だけ、なんかアドバンス召喚できるという権利を付与できるぜ。さあアルバザーの効果によって相手の、エクストラデッキを7枚破壊していく。さあ、双剣だな、双剣や、なるほど。アルバステインとエンジェルオーワンをリリース。現れよ、ゴーライテザバレグ効果発動、自分を爆破し、相手のエクストラデッキを全て破壊するいや、双剣はこれエクストラデッキ全部破壊したら何もできないでしょ。貴様のエクストラデッキは全て破壊だつえあ
よし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 、いいぞ。てかガンマ入ってきてなくてよかったな。サイコエンドパニッシャー強。ガンマあるとなんか戻されるんですよね。ガンマの効果ちょっとあの普通に鬱陶しいんで禁止しません？あのなんか墓地戻す効果、まあ、ハンデスはもう100歩譲って許すわもはや。でサイフレームロード、オメガで、まあ俺だけは使うけどね、俺は使うけど、でアークデクレアラーを戻していく。オッケー。あ、まあ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 、まあ、割といいんじゃない。でこれセットするでしょ。でこれエンドして、はい。でバスターディング効果、エクレ出す。で特殊、はい。で効果、さあかかってこいよ。ま、マトリックスかな。マトリックスですね。さあエクストラデッキが使えねえ。双剣に何ができるってんだ。ボギーが進化の超過することしか脳がねえくせしやがって、なめんなよ。シンクロモンスターがいねえからドラグマーのアルバゾマ君の方がほぼ死んでるけどな。郵送権限、あでもあれか、やべえ、あのトラップカードうぜえな。あのなんか双剣暗転みたいな、なんかクソカードで破壊される。じゃあもちろん魔法トラップに一切の対戦ないので、いや本当に一切の対戦ないですよ魔法トラップに。うん、まあ、まあ、天入り足なんかどうでもいいわ。うん、もういかでもいいわ。うん、そんなもん足もいい。で天元の竜輪、はい、いいでしょう。天元の竜輪、アシュナ君は何でしたっけ。デッキから特殊があんま別にいいわ。はい、どうぞ。アークネメシス、プロ、あ、やばい、プロートスやばくない。あ、プロートスやばくない。待って、これ属性揃ってるもんね相手。え、待って、プロートスやばいな。え、ちょっと待ってくださいね。ちょっと少々お待ちくださいね。これ、あ、ちょっと、これ、その墓穴。ちょ、お前は、でも、使う必要あんのかな、この墓穴。ないか、別に。竜炎とか出てきても意味ないしな、あんまり。あ、竜炎じゃねえや。バクや。出てきたところでトークン出るから、だからなんなのみたいな話あるよね。ま、ここはいいわ、それは。いや、ちょ、俺が危惧してるのは、そのアーク、メメシス、プロートスなんだけど、あれさ、普通にさ、やばい。属性が違うやつモンスター除外して出てきます。でこれ全部破壊できるよね、1個の属性。これ俺光って言われたらさ、これ次のターンの終了時まで俺光属性特殊召喚できなくね。え。え、そんな、そう、ちょっとアルバズワ君さ、ちょ、お前さ、なんでそんな簡単に破壊されるの？負けやん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、嘘でしょ。嘘だろ。俺、エクストラデッキ全部破壊したんだぜ。